カカロットよ、この俺の意志をつけ、サイヤ人よ、惑星ベジータの仇をお前が討つんだ。こんなところに置いておくわけにはいかんな。わしのところへ来るか。あいつは、これ元気のいい子じゃ。よし、これからはお前はこのわし孫悟飯の孫じゃ。よいな。お前の名前は、おお、悟空じゃ。孫悟空じゃ。悟空や、元気に育つんじゃぞ。うん、そーれそーれ。こうしてドラゴンボールの壮大な物語は幕を開けたのであった。